ク。ぽっちゃりプリンセスの伝説の次なる一幕。しかし今回は少々様子が違うようです。昔々タイタニアの地にて、幼少の頃からガトーの森で育った二人のお姫様がいました。ビタークイーンはスイーツを憎むあまり、ケーキと両王国とその間にある全てを破壊せんとしていました。クイーンは秘密裏に王国に対する海軍攻撃を計画していました。愛らしい姫様たちを何としても捕らえようと迫り来る敵艦隊の砲を聞いた両国王は毎度のごとく、こうなったら戦争じゃと宣言したといいます。物語の幕開けです。静かなスイーツランドの沿岸に敵の侵略です。朝のケーキの匂いは、王国がモグリに攻撃されてる。モグリンがビーチに現れたんです。今すぐ村へ。まずいぞ、まずいぞ。まさか、そんな、いや、まさかこんなおしまいか。長押しで敵にロックオンできます。
三角ボタンで防御的な攻撃をします。うん、モールで自慢しよっと。四角ボタンか三角ボタンの長押しで攻撃をチャージ。一気に倒してやる。ケーキを食べるとライフが回復します。コントローラーのタッチパッドボタンで装備画面を開けます。
ソース発動。めちゃすごソース発動。今のうちに逃げとけ。ケーキカットより簡単。来てみろよ。スイーツランドを守る新たな志願兵か。早速だが頼みたい任務があるぞ。戦場にいる3人の部下の誰かに南門の鍵を託したのだ。さあ部下から鍵を取ってこい。この忌々しい門を開けてやる。まったく合鍵を作っておけばよかった。で石の下にでも隠すかポケットに入れておけばよかった。何してる、さっさと探しに行け。はい、あっ、楽勝すぎたな。うわっ、L1 ボタン長押しでマップを確認できます。勇気ガンガン来るよ。やっ、10倍以上勝てんだろ君にはな。モグリン死ぬ。ああ、本当に良かった。礼を言うぞ。諦めるところだった。すぐに南門に向かうとしよう。ライフが満タンの時にケーキを食べると太ります。だからどうってわけじゃないのですが。助かった。もうダメかと思った。すぐに南門に向かうとするよ。まずちょい湿ったくらい。いいね、お宝。
ぎやかなこった。まとめてやっつける。これが鍵だ。新たな冒険が待ち受ける。賑やかなコップ。もう終わりか。物足りねえ。チョッパびっくり。もっと連れてこいよ。世界とだって戦える。今日は絶好調。これで全てだ。レオリンド、さあ中に入って。ん？何？門を守れ。モグリンが来るぞ。準備はいいか？仕事だからね。モグリンどもが姫を連れて逃げる前に助けるのだ。急いでくれ。お前の力が必要なのだ。プリプリン姫は製造区画の檻に入れられている。
ギーテ、もう戻ったのかい。マルマフィー姫の監視は万全なんだろうね。さあ、今度はプリプリン姫を連れておいき。あら、冒険に出るのですか。もうお黙り。吐き気がするほど甘ったれたやつめ。ギッド、早く行きな。私は出発前に王たちと話がある。親衛隊、あなたのことです。うわ、安全な王宮広場へと荒れた道を進んでいきます。
ミゲット。やりました。頼めば好きな装備を強化して新たな効果を得られます。カラメルは廃れる、でもチョコレートは永遠。その使いどころを考えれば勝利も近づくでしょう。まさしく魔法だよ。また来てくれ。今日は姫一人で許してやろう。少し疲れた。あとはゲートクラッシャーのザグにこの場を任せるとしよう。ザグ、やっておしまい。ザコが。それは、驚いてないね。これを見ても驚かないかい。ザグ、飲み干しておしまい。強くなれるソースとかあればいいですよね。近い近い、出過ぎだ。モグリ死ぬ、血まみれにしてやる。はい、ザグスマッシュ。ザグマッシュファイルをもらった。次一気に倒してやる。ザグマッシュ。おしまいだな。やりましたね。すごい
しよくれ。あなたに皆救われました。英雄はザグを倒し、プリプリン姫を安全な玉座の前と送り届け、その日を勝利で飾ったはずでした。心から感謝します、勇者様。もう安全、とりあえずは。護衛の者、西と東の門を封鎖よ。二度と同じ過ちを犯してはダメ。衛兵たちはうなずき立ち去ります。英雄に話しかける姫様。承知しています。でもあなたなら必ずできるはずです。出発前に村で準備を整えるのです。でも急いでください、あまり時間はありませんよ。哀れなマルマフィン姫、モグリンたちが彼女をガトーの森へ。助けるには勇者の力が必要です。お願いできますか。そうとも、それはもう言った。何してる、早く行け。哀れなマルマフィン姫、モグリンたちが彼女をガトーの森へ。助けるには勇者の力が必要です。お願いできますか。実に見事ですね。Bring the malt, but hold the salt, hooray for sugar's sake. Bring the malt, but hold the salt, hooray for sugar's sake. ご利用ください。コケッコ 2.0 ご利用ください。コケッコの伝言があります。She had an evil plan to destroy everything sweet and rid it from the land.おお、お主か。さっきは助かった。で、ことのついでにもう一つ頼みが。あった。何か困ってる？また鍵をなくしたとか？いやいや、大したことはない。昨夜、部下と一緒に祝杯をあげていたんだが、ちょっと羽目を外してしまって、部下とはぐれてしまったのだ。その、なんだ？つまり、三人の部下を探してほしいんだ。まずはクリム卿を見つけてくれないか。わかった。クリム卿だな。探してみよう。三人とも見つけてくれたか。なんて喉から田園風景。敵をどんだけ倒してもこれほどのものはもらえない。そんなもんさ。頑丈そうだね。ちょっとした仕事を頼めないか。考えてみよう。内容は、侵略前はガトーに住んでた。慌てて逃げたから幸運のサスペンダーを置いてきてしまった。自分で戻って探す勇気はないけど、あんたなら行けるかもって。ああ、機会があればね。失礼するよ。
昔はケーキに賞味期限などなかった。構わず食べて満足したわ。さあお触れの時間だ。すでに許可を得た者以外の新しい髪型は国王たちが禁止にするそうだ。装備アイテムをアップグレードすると新たな効果が使用可能になったりします。見た目も良くなりますしね。なあ、何かご用で。いや、何か困ってる？そうなんすよ。聞いてくれて助かったっす。ちょっと困ってまして、鶏が全部逃げちゃって。鶏を赤と青で塗りましてね、大食い峡谷の戦いを再現しようと鶏を訓練してたんす。でも、そこでトラブル発生。鶏たちを連れ戻してくれたら、マジで助かるんすが。ああ、困った。太陽計器が壊れて動かない。修理屋レニーを探してくれないか。彼なら直せるはずだ。それなら任せてくれ。助かるよ。村のどこかで何か直してるはずだ。ああ、どうも。もしよければ手紙を届けてほしいんだ。その友達に。任せろ。なんだか落ち着きがないけど、どうかした？大好きなシェイにラブレターを書いたんだけど、自分じゃ渡せなくて。彼女は赤の王国、僕は青の王国。両国の間には今でもいろいろと壁があるんだよ。お願いだから手紙を渡して。やあ、鳥さん、ごきげんよう。冒険者も大変な仕事です。深呼吸して、人々と話して、指を少し休めましょう。またか、またなのか。どうしたんだ、崩れたケーキみたいな顔して。大きな声を出さないで。王国の勝利を祝う席で羽目を外しすぎた。隊長に様子を見てこいって言われたのだが、大丈夫そうだな。そうだ、だが、ジャック卿も起こす必要があるかも。彼を探してくれ。悪いんだけど、マグラソンから君に直す手助けをしてもらうように言われたんだ。ほら、町の真ん中の太陽ケーキとかいうやつ、手伝ってくれ。呼ばれてるって？なら今から寄って見てみるよ。
次の冒険に出る前に店のテントで必要なものを揃えたり装備を強化しましょう。ここに手紙が。君にしか見せるなと。新たな指令かしらこれ。違う、マッケイからの手紙よ。ああ、愛しのマッケイ、この返事を渡して近々会いに行くって伝えて。まだ希望はある。必ず伝えよう。ではな、シェイ殿。すみません、お願いがありまして。内容にもよるけど。壁越しに弓矢の練習をしてまして、危険なのは分かってます。問題はですね、幸運の矢をラブレター付きで放っちゃいまして。恥ずかしいので見つけてもらえます？仕事だからね。心配ない、任せとけ。今日は絶好調。到底潜りには無理ね。これはまさかシェイからの返事？夢みたいだ。ありがとう、ありがとう。王国は未だに二つに割れかけることがあるけど、時間が解決してくれるはずさ。昔みたいなことにはならないって僕は信じてるんだよ。さ、それじゃ気をつけて。そう読んでみないか。
レニーへの伝言ありがとう。修理できるといいが。レニーへの伝言ありがとう。修理できるといいが。ああ、思ってたよりひどいな。修理には潤滑油が必要だが、切らしてる。どこにあるか教えてくれれば取ってこよう。村とかにいくらかあるはずだから取ってきてくれないか。作業は進めとく。潤滑油はまだか。村の中とか潤滑油はまだか。村の中とかにある。クリーム教は何を飲ませたんだ。だいぶフラフラだね。クリム教もひどかったかね。フィル教みたいに樽に落ちなかっただけでも、マジ。隊長に様子を見てこいって言われたんだけど平気そうだな。なんか匂うが、まあ生きてる。それよりフィル教を探せ。どこかの樽の中にいるはずだ。場所はどこだっけか。地面に落ちてる便利なアイテムは忘れず拾いましょう。みんな大好きなゴールドに監禁されますから。もう23よ。口ひげだ。教えて。3人とも見つけてくれたか。まだ3人とも見つけてくれたか。爽やかな空気、お気に入りのリアリティショーの新シーズン。疲れた。なんだよ、寝てたんだぞ。チャック教に言われてきたが、無事に発見と。二日酔いも楽しまなきゃもったいないだろう。隊長に様子を見てこいって言われたんだけど、ひとまず無事でよかったってとこかね。まあ、シャワーを浴びたらすぐに行くって隊長に伝えてくれ。本当にありがとう。両王国が手を取り合う日も近いはず。あれ？財布がない。待てよ。こいつはマネキンだぞ。さあ、お触れの時間だ。ブレイン卿のおかげで経済が少し上向いた。彼が近くを通ったらお礼を忘れずに。素晴らしい。3人とも無事だったか。まあ、生きていたってことでな。礼を言うぞ。パーティーらしい。潤滑油の到着だ。戦士の油汗を集めて作られた。潤滑油のありかを知りながら黙ってたのか。すまない。戦士たちはよく鍛えてる。動かしてみよう。これでよしと。
素晴らしいな。見事に回ってる。実に優雅だ。おかげさまで、メイディ一度。おかげさまで、メイディ。新鮮な空気、緑が少々、キノコもね。教育を受けずにまた一日過ごした。義務教育だな。胸にぶっ刺した。間違いなく私のニワトリス。逃げやがって首を絞めてやろうか。感謝っす。これでショーを続けられるっす。